さあ、来たぜ、マーケット。すげえな。どっかにクラゲいるんかな。天井を見てしまうよね。あいつ、割と天井にいるもんね。というわけで、散歩です。どうも。初めてのマップは、やっぱ散歩が基本。おー、ガラガラ。まあ、人が今いても仕方ないような気はしますがね。100円。へえ。あそこには、あれでしたっけ？ビーンズ的なお菓子でしたっけ？よくなんか100グラムいくらみたいな感じで売ってるところもありますよね。そして、あれはレジだぜ。待機中。そして、人があんまりまだいないので、奥のレジは動いてない的なやつですね。で、なんだこれ？ペンキか？ペンキか？インクリングたちのインクはここで買っているのかもしれない。どこまで繋がってんだろうね。ほう。なるほど。こっちにも、おお、トイレットペーパー。いや、イカちゃんはトイレなんかしないみたいな過激派がいるかもしれませんが、まあ、それはさておき。ファブリーズ？何これ？ブルヌ？ブルヌ？何これ？これでも確かイカの言語があるんですよね。反転かな？ 225 円？全部225円。高えぜ、これ。マジかよ。そんな高級品を汚すことに喜びを感じる。おお。というわけで、まあ、いろいろ見ていくんですけど、ちょっと楽しみすぎて全然マップを見てね。やべえ。灯油か？やべえもん売ってんな。違うか。まあいいや。こっち、おお、こっちだな。おお、手振ってら。よう。でもなんか乗っちゃいけない台に乗ってねえか、あれ。まあ気のせいにしておこう。はい。いろいろ売ってますね。あれ？ちょっと待って、あれやばいんじゃね？あれ？あ、お惣菜だ。なんか、イカの世界的には見ない方が良さそう。共食いの予感がするね。これ全部商品は全部濡れるんだね。で、こうしてみると、マップを見るに、なんかありとあらゆるところが登れるね。逆に登れないところを探すべきでは。あ、ビニール貼ってる。ちょっとだけ分かりにくいかもね。気をつけておきましょう。なんかこれ、まずはやってみようぜっていう感じがすごいするね。ほう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 。ここは？いけるね。というか、普通にこれ歩いていくんだね。相手の方向には。へえ、こんにちは。これ以上は無理か。リスポーンまで行くことってできるんですかね。いや、警戒しておかないと、突然ね、ローラーがここに来ることあるんだよな、ヤグラとかで。それが怖くてね。ここら辺に潜んでるローラーとかにいきなりパシャってやられると、もう、実質なんだろうね。スゴロクでいうところの2回休みレベルの大打撃を受けてしまいますので。それがまあ普通かな。ミステリーゾーンめいてるというか、なんというか、そんな感じがする。割とシンプルで、そこまで複雑ではない地形というか。来たぜ。こうしてみるとちょっと景色も違ってみますね。さあ、ありとあらゆるところ商品をダメにしてやろうぜ。ハイドラさんいるのか。そうか、追加されたのか。あいつ気をつけましょう。ハイドラさんはな、復活して差し上げろとは思ってはいたんだけども、出会うと嫌な武器筆頭でもあるので、まあ複雑な感じですが、よしっか。ちょっと待って、ちょっと行くぜ。はい、あばよ。見つけた。神の射程内いてポールペイ。まあでも、必戦くんなんか蘇りましたが、言うほど、まだ一人か。なんか、また使われ出すのかなって思ったけど、まあいいんじゃないですかね。よいしょ。今すごいバランスいいね、こうしてみると。いいぜ、いいぜ。個人的にはジェットめちゃくちゃ強いんだけどね。よし。よし。いろいろ塗ろうぜ、塗ろうぜ。でもなんか勝ってねえから、どっかやられてんだな、これ。あ、ハイドラだ。出会いたくないやつ。はい、借りは返す。おいえ、おいえ。ハイドラ君がどっかにいるけど、あの武器使い方難しいからな。スイッチと Wii U の頃の人口の差って結構あるので、ハイドラ初経験の方の方が多いんじゃないですかね、割合的に。一度先に捕捉した相手は絶対に許さない。一戦君いいよ。オッケーオッケー。さてさて、どうしましょうかね。ここ使わせてもらうぜ。おいおい、先に見つけた方が倒す、そういうゲームさ。必戦は範囲の暴力、ボールド君は火力の暴力ってね、文字通りさ。ほらえ。
うわー、間に合わないお前着地持ってんのか。厄介だな、それは。一度暴れさせてしまったら一回無敵ついてるぐらいの覚悟で臨んだ方が良さそうですね。おっとっとっと、お、無理無理無理、ここは神の領域なのさ。シャクちゃんまたハイドラだよ、邪魔しやがってよ。気をつけてたつもりだけどね、ハイドラ君。むしろハイドラしか見てないまであったんだけど、まあ、あいつ意外と火力あるからな。さて、まあシンプルゆえに塗ったり塗られつつなんだよな。丸見えなんだが、ほいや、あばよ。あ、濡れねえの、ここ濡れねえの。あー、クイックボーンピンチは押し込んでいる。問題はこっからだな。全キル取られたり、ちょっと今落ちてるから多分ちょっとだけ動く。やられたはやばいぜ。はい、ゴールドに出会ったのが運のつき。へいへい。あー、ハイドラントに会ったのが運のつきなんだあれ、あれカーリングか。え、なんか負けてるこれ最終的に。危ねえし、危ねえよこれ、危ねえ。わからんもんだね、ここまで返されてたか。いや、2キル取った時点で完全に安心してたぜ。よしよし、まあ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 、よかったよかった。こうしてみると抜きポイントほぼ互角でしたね。いや、いい試合だったな、逃げに感謝を。あ、そういえばあのランクが無限に上がるようになったので、サザエを獲得し放題になって、見てくださいこの神機能、スプラトゥーン2は生まれ変わったんだ。やっと戻ってきたぜ、ザトーマーケット。武器を変えてきました、さっきの神機能を使用してね。ジェッツ行くぜ。向こうの射程もそこそこか。よし、じゃあ行こうか。遠くから起動しちまえないんだ、驚きだぜ。さて陣取っていけ。先手必殺、ジェットの嫌がらせタイムの始まりさ。北斎くんいるね、あそこに一人いるよね、そこにも一人いるよね。二人いない、オッケー、よ、オッケー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 。雨降ってら気をつけて、通り抜けてしまおう。前線から離れぬよ、とにかく相手を見ていきたいね。それだけで向こうとしてはめんどくせえでしょ。ちょっとずつ移動していけ。いたいたいた、ラピッドくんがいるよ、はしゃー。そこに服するのは分かってるんだ、痛い、でも大丈夫お釣りが来るぜ。よしよしよし、メインギアを厳選中ですかね、あれ。うん、ちょっとこの武器ね、自陣取りには向いてないんだな。なんで極力はやられずに前線でなんか嫌がらせを続けた方が良さそうなんですが、でも今回全体的に濡れるのがパブロしかいねえからな。パブロ氏走り回りたいところもあるだろうから、うん、まあ気が向いたらやりましょう。気が向いたらね見ての通り細すぎるんだよ塗りが。ラケットロックオン、オッケーオッケーオッケー、入れ食いだぜ。逃げた方向が最悪だったというパターン。さて次はどこへ行こうかな。嫌がらせの時間、じっくりねっとり嫌がらせを続けよう。まずいね、雨、最悪、くそ雨の中心にいたぜ。うん、台風じゃあるまいし、中心でも別に安全ではないというか、台風でもそんな安全ではないと思うんだがな。よし行くぞ。なんか戦闘ものではよくあるシーンだよね、中心にいれば大丈夫だみたいな。いや危ねえから、うん、普通に怖いじゃん、怖いじゃん。そんなのできる時点でもう普通じゃねえよ。あーいーと思ったけど、これあれか、筆二人だか。このマーケットを走り回りたいわけだね、なんてマナーの悪い。よいしょ、残念ながらこのゲームカゴはカゴじゃない、カートは使えないからね。カートの代わりでしょ、おそらく。どうする、オッケー、ターゲット6本発射。おいたはダメだぜ、気をつけろ。あ、雨雨雨雨、どっから来るのか分かりづらいなここ。傘だ、気をつけろ。よしよしよし、捕らえた捕らえたオッケーオッケーオッケー、濡れ濡れ濡れ、
塗るんじゃよ、塗るんじゃよ、嫌がらせのように。だけどこ、ファイ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 。くそ、これ勝ちでしょ。でもこれは勝ってると思うんだから。まあ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 ね、うん、ちょっとヒヤッとしたけど、よしです、オッケー。10キル、まあ遠くから安全にっていう、まあ一気に接近してくるパブロとかがちょっと今回個人的にはきつかったですが、まあいい感じではないでしょうか。というわけで、マーケットをね、しばらくの間は遊べると思うんで、今のうちに楽しんでおこうかなと。結構いいステージじゃない？終わります。